容器の中の液体ヘリウムヘリウムは、低、摂氏269度という極低温で、液体として存在する。ヘリウムの安定な同位体には大多数を占めるヘリウム4と非常に希少なヘリウム3の2種類しかないが、沸点や臨界点は、同位体によって異なる。1気圧、沸点でのヘリウム4の密度は、約 125g、L である。 物性研究においても特に超電動体や工事場を発生する電磁石の冷却のために管材として多用される。このため規模の大きい大学や研究機関では利便性の向上やコスト低減のために利用後の気化したヘリウムの回収配管とともに液気化装置を所有していることが多い。ヘリウムは1908年7月10日にオランダの物理学者ヘイケ・カメルリング・オネスによって 初めて液化された。当時は質量分析法がまだ発明されていなかったため、ヘリウム酸は知られていなかった。近年、液体ヘリウムは冷媒として使用されており、核磁気共鳴画像法や核磁気共鳴、脳地図等に用いられる超電導電磁石の冷却や低温メスバウアー分光のような物理学実験で用いるために商業的に生産が行われている。ヘリウムは ジュールトムソン効果を利用したハンプソンリンを用いてのみ液化が可能であり、より単純な他の冷却方法では得ることができない。ヘリウム原子管の引力が弱いため、液体ヘリウムを作るために必要な温度は低い。ヘリウムは単原子分子であり、気ガスであるためもともと分子管力が弱いが、量子力学的効果により、分子管力はさらに小さくなっている。これらの効果は、 ヘリウムの原子量が4と小さいため非常に大きくなっている。液体ヘリウムの 0. エネルギーは隣の原子の関与が小さいほど小さくなる。そのため液体ヘリウムの規定状態エネルギーは自然発生的な原子間の平均距離の増大によって減少している。しかし、より大きな原子間距離においては分子間力の効果はさらに弱まっている。 ヘリウムの分子感じからは非常に弱いため、この元素は大気圧下では液化温度から絶対0度までずっと液体のままである。液体ヘリウムを固化させるためには極温度と超高圧が必要である。液化温度より十分に低い温度ではヘリウム4もヘリウム3も潮流等の状態に転移する。液体のヘリウム4とヘリウム3は飽和蒸気圧下、 0.9K 以下の温度では完全には混ざり合わない。この温度以下では2つの同位体の混合物は相分離の状態にあり、主にヘリウム4で構成される密度の高い潮流動床の上に主にヘリウム3で構成される通常の流体が浮かんだ状態になる。非常に低い温度ではヘリウム4が主体の潮流動床は最大6%のヘリウム3を含むことができる。 この状態は数ミルケルビンの温度を作ることが可能な 3HE-4HE 希釈冷凍法を小スケールの装置で利用可能にしている。ありがとうございます。